イキングドリームつかみたいね。出る。おいおっさん、お前は秒殺じゃん。元 IBF 世界スーパー打球3位、オスカー高木です。現役時代、メイウェザーが当時のチャンピオンで、僕が世界3位で、日本人でメイウェザーに一番近かった男です。細川さん、結構あの関西っていうか大阪では結構有名で、で顔見た瞬間、うわこいつやな思って、でもロックオンって感じですね、鼻から。うん、今回はあの人だけ見てましたね。ブレイキングダウンの醍醐味って1分間でもプロに勝てるかなっていうのが醍醐味やと思うんですよ。うん、でも元プロかもしれないですけど、うん、本当にやらせてもらいたいです。不安が全くなくて、なんでなんすかね、怖さも全くないんですよね。今回思いっきり殴り合える楽しみしかないんですよね。ビビるとかより楽しみが勝ってますね。とことん行ったら、はい、僕も行くんで、1分やったら勝てるって思ってるんで。1分やったら勝てる。何が勝てるやねん。お前とは歩んできたキャリアがちゃうんじゃん。え、喧嘩自慢かなんか知らんけど、この YouTube 戦ってるぐらいで勝てる思うなよ。なんかお前はそのボクシング業界でなんか良かったかもしらんけど、スポーツちゃうから、ブレイキングダウンも喧嘩なんで、まあ、その違いをね実感させてやるわ。もう蹴りまくるっすね。もう蹴りまくって蹴りまくって蹴りまくるっすね。まあ多分蹴ってくると思うんですけどね、まあ、そんな蹴りかわして簡単じゃん。出ようじゃん。両選手、前のカメラを意識していただけますか。ファイティングポーズをお願いします。オフィシャルカメラに向かってファイティングポーズをお願いします。プレゼンツブレイキングダウン5第20試合、ウェルター級77キロ契約キックルールマンマッチを行います。青コーナー174センチ、 76.90 キロ、ボクシング元世界ランキング3位、細川貴之。元プロボクサー世界3位、細川貴之。赤コーナー170センチ、 77.00 キロ、アンポルキアチャンネルの鉄拳男、テルー。今宵も噛みついてくれるか、喧嘩やってる。レフェリー永瀬。なおこの試合の勝利者には、喧嘩堂様より金一封とゲームアプリ内で使用できる1億ゴールドを進呈します。さあ、ウェルター級ワンマッチキックルール、細川対テル、ゴンが鳴り響きます。見ろ、迫力あります。おっと、大丈夫か。試合中断です。一旦止まります。細川大丈夫でしょうか。ローブロー入りました。ただミクロさん、相当テルもパワーありますね。そうですね、蹴りをどんだけうまく使うかが勝利の鍵になるんじゃないですか。そうですね、ヤーマンさん、はい、まあ、元プロボクサーの細川が戦略カウンターを合わせると言っていましたが、このあたり楽しみですね。そうですね、やっぱ世界3位ともう伊達じゃないと思うんで、もう本当、ボクシングの世界戦って多分レベル違うと思うんですよ。はい、そのボクシングの技術を一緒に見れるのは楽しみですね。日本タイトルを取り、そして世界でも3位までに上り詰めました。さあ、そして優吾さん、まあ、プロを素人が食うか、このあたりもね、ブレイキングダウンの醍醐味ですよね。そうそう、これが一番醍醐味ですからね。
緊張感漂います。さあ試合再開。細川の左ミドル切ったんじゃないですか。試合ミドル剣道激しい投げ入れた。前蹴り振る、すごい、あっという間に前に出た。下がりません。見えているか細川、肩を合わすというふうに話していた。左細川の左、30秒前、蹴りから投げのコンビネーションを持っています。テル、さあ、あと30秒、ここまではミクルさんいかがですか。いやテル選手の気合がすごいですけど、今ちょっと下がり始めました、はい、どうか完全には決まっていないでしょうか。さあ、まもなくあと10秒前、ミノロ相当パワーあります。足効いてますよね。完全に足効いてます。プロを食うか、素人が、あのプロを食うか。ここでゴングが鳴り響きました。さあ、決着の判定、判定に入ります。世界3位を上回っていくか、素人のテル。細川も意地は見せました。さあ、パンチャーさん、どう評価するかですよね。これでも本当に少しでもビビってたらこういう展開にならないと思うので、ええ、本当に一切物おじがなかったからこうやって突進してこんなバチバチのいい試合になったんだろうなと思いますね。そうですね。いや、ヤーマンさん、はい、テル選手のパフォーマンスいかがでした。いや、本当にあの格闘技かじった程度ですか。なんかすごい本当うまいなと思いました。プロでも全然いけるんじゃないかな。ああ、そうですか、はい、圧力もありました。全然ビビってなくて、そのカウンターを狙ってくるってその須川さんがあの宣言してたんで、はい、普通ビビるんですよね、蹴る、でもそれをビビらずやっぱ行ったんで、すごい当たったっていうのありますよね。丸藤さんも一言いただけますか。はい、このレベルのボクサーにですね、これだけ向かっていくっていうのは本当にすごいことだと思います、はい、さあ、判定の時を迎えます。判定の結果を発表します。ジャッジ朝倉、赤テル、朝倉ミクルはテルに、ジャッジ優吾、赤テル、優吾代表もテル、ジャッジパンチャンリナ、赤テル、赤テルに入りました。ジャッジヤーマン、赤テル、これもジャッジオーディエンス、赤テル、なんと判定5対0、以上5対0をもちまして勝者赤テル選手です。世界3位元プロテルが食ってかかりました。見事な勝利、これぞブレイキングダウンでした。これ最後、勝利したテル選手には健康堂様よりラジュール、そしてゲームアプリ健康堂様より1億ゴールドが授与されます。世界ランカーの細川隆之を超えていきました。さあ、改めてミクルさん、この判定結果ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ喧嘩自慢がプロにも勝てるのが、勝てるかもしれないのが一分の戦い、ブレイキングダウンで、はい、まあ、それを体現してくれましたね。そうですね、改めて優吾さん、1分間だからこそこれを感じましたよね。これですよね、こういう展開があるから面白い。いや、ただ細川さんのかませに役だと思ったんですけどね、まさかの大金星で。ひろゆきさんはあのスピード、そして攻撃力、手が止まりませんでした。どうご覧になってました、ドイツから。結局体力ありますよね、もうそのオスカーさんが動ける隙間をほとんど与えないでずっと動き続けたっていうので、やっぱりその技術とかっていうよりはその気持ちと体力とやっぱ年齢かなと。そうですね。さあ、どうもアンプルギャーチャンネルテルです。アンプルギャーチャンネル喧嘩自慢ばっかりさせられてるからこうなっちゃいました。あと細川さん、本当に申し訳ないです。なんか年下への失礼なことばっかりして。あとブレイキングダウンってやっぱ朝倉未来さんに初め声かけたお母さん、お母さんの一言があって、ミクルさんも多分すごいすごい方だからあれなんですけど、お母さんの一言が始まりで今のブレイキングダウンがあると思うんで、お前優しい方なんで、ずっと遠くからですが、はい、応援してます。ありがとうございます。あと佐々木さん、朝倉未来メンバーの佐々木さん、11月お願いします。以上です。すいません、なんかすいません、はい、選手退場。最後は少し控えめに次なるターゲットを口にしました。
アンポルギアチャンネルの鉄拳を。